妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、中国のティア8プレミアム重戦車。ジェットブースターのスピードと160ミリ砲の火力が魅力的な子、BZ176-3 だね。うむ。マップはベルリン、マッチングはティア8から10だね。それじゃあ初動は、今日のティア13は重戦車32両、駆逐31両の組み合わせなので、ここは敵ティア10重戦車3狙いで、南の中戦車戦場に向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、レオ1さんたちが南に向かってくれてるね。うむ。対して敵ティア10重戦車さんのうち、イタリアさんは中央なので、戦力負けはすでにしなさそうな雰囲気だね。いいね、お姉ちゃん。ただ、あの子なら正面からでも榴弾貫通が狙えたので、少し残念でもあるよね。あわう。あ、E50M3 にもスポットマークがついたけど、北側にいるみたいだね。だね。そしてそれどころかほとんどの敵が北でスポットがついているので、これは南の敵戦力はかなり少ないと思って良さそうだね。そうだねお姉ちゃん。南で見えてる子は初期型の T54 さんだけ。スポットが一度もついてない敵も、ロレーヌさんとチェコ駆逐さんだけだもんね。うむ。チェコ駆逐さんはもちろん前線には来ない子なので、ちょうど見えたロレーヌさんと初期型 T54 さんだけで、敵の南戦力は打ち止め。ということで数的にもティア的にもこちら側の圧勝なので、ここはサクサクっと突破を試みようか。了解だよお姉ちゃん。北はきっと戦力負けしちゃってるので、北の味方さんの崩壊前に、攻め切らないとだもんね。うむ。頼んだぞ妹よ。ナイスショットだ妹よ。貫通はできなかったけど、対中戦車さんだと非貫通でも本当にいいダメージが出ちゃうよね。だね。そしてチェコ重戦車さんが北からこちらに来てたようだけど、ここからならハルダウンで狙えるかもなので、このまま攻撃しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。と、その前に T54 さんだね。ナイス撃破だ妹よ。チェコ重戦車さんも見えてたので、このまま時短でチェコ重戦車さんを狙っちゃおうか。わかったよお姉ちゃん。チェコ重戦車さんはハルダウン気味だったけど、3のティア8チェコ重戦車さんには、キューポラがあるもんね。うむ。と思って狙おうとしたんだけど、味方さんがもっと東に向かった関係で、下がられちゃってたね。あう。とりあえずスタン待ちするね。うむ。と、さらなる敵 A、チェコ駆逐さんの登場だね。ちょっと狙ってみるね。ふむ。上からチラ見えすることはなさそうな感じだね。奥のグリレさんも気になるので、少し前に出てみるね。くぅ、レティクルの収束なしじゃ、当たらなかったか。あとグリレさんは、完全に車線切れちゃってたね。うむ。ただこれなら比較的安全に前進できるので、ヤクティちゃんも来たことだし、ここは私たちも前進しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。あう、ロレーヌさんが左から撃たれちゃってるね。ふむ。どうやら中央の敵イタリア中戦車さんの攻撃っぽだね。でも味方シャー4さんがプレッシャーをかけてくれてるし、この隙に前進しちゃおうか。ナイス撃破だ妹よ。中央のイタリア中戦車さんも気になるけど、次はグリレさん狙いで動こうか。了解だよお姉ちゃん。今日は急いで攻めないとだもんね。うむ。と、左からレオ1さんが進軍してくれてるので、リロードまだだけど合わせて進むとしようか。でも、グリレさん見えないね。ふむ。これは引かれちゃったかな？と、発見だね。このまま一気に撃ちに行っちゃうね。うむ。敵のリロード前に撃ち逃げしたいね。ナイスショットだ妹よ。あの位置は隠れるのにも限界がありそうなので、時短で仕留めるとしようか。了解だよお姉ちゃん。あう。レオ1さんがピンチになっちゃってるね。でも今撃ったってことは時短はこちらの方が早いので、ここは先制攻撃を狙おうか。なんとも微妙な見え方だね。あう。でも撃ってみるね。よしよし、ナイス撃破だ妹よ。T832 さんがいたのは予定外だったけど、1両だけのようだし、サクッと撃破を狙おうか。
了解だよお姉ちゃん。レオ1さんのヘルスはもう限界なので、リロードが終わり次第私たちがどんどん仕掛けちゃうね。うむ。ナイスショット大妹よ。味方さんの追撃であとちょっとだし、これはブースターラムアタックでいけるかな？狙ってみるねお姉ちゃん。とと、レオ1さんがうちに来てくれてたのね。危うく車線を妨害しちゃうところだったね。だね。引きの画面じゃなかったら危なかったね。そしたらあとは完全に残党狩りって感じなので、ちょっと早いけど勝利宣言とさせてもらっちゃおうか。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ3618、キル数3、アシスト224、棒ダメ820。スコアは1264でチーム内に、2バッジをゲットだね。今日のバトル、お互い戦力が偏っちゃってたので、味方の南攻めと敵の北攻め、どっちが早いかが勝負の肝になる、とか思ってたけど、味方さんが強くて不利なはずの北まで勝っちゃってたね。本当だねお姉ちゃん。北はかなり戦力不利だったはずなのに、すごいよね。だね。収支は、フル禁断運用だったけど、イベントなしでも4万超えの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。